ベストバイ、ベストバイは、アメリカ・ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く、世界最大の家電量販店。アメリカの雑誌フォーチュンのフォーチュン100にも選ばれている。ベストバイは、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、中国で事業展開している。1966年、リチャード・シュルジーによって設立されたオーディオ機器、専門店。 サウンド・オブ・ミュージックが前身であり、1983年、現在のベストバイ社に変更された。1987年には、ニューヨーク証券取引所に上場。2001年、アメリカ国内の売上で、サーキット・シティ・ストアーズを抜き、家電量販店で全米一の座を獲得した。2004年には、北米以外で初めて、中華人民共和国の上海に初出店し、 中国全土に9つの店舗を構えていたが、2011年2月22日にすべての店舗を閉鎖した。2018年3月、ベストバイはファーウェイのスマートフォンの調達を止め、同社のスマートフォンを数週間以内に販売停止すると報じられた。ファーウェイは否定しているが、中国政府が同国製品を利用して機密情報を収集していると見られており、そのために、 米国での販売に苦戦していると報じられている。日本では、ケースホールディングスと提携し、同社のプライベートブランドの販売が中心である。なお、日本の古物商チェーン店、ベストバイとは一切関係ない。ベストバイウィル、ストップセリングファーウェイスマートフォンズ CNN マネー2018年3月22日。ありがとうございます。